三山の乙女は、1918年制作、1919年9月13日公開の日本映画である。配給は、天然食活動写真。同日公開の、聖の輝きと並び、女優が登場する最初の日本映画の一作である。日本映画の革新を唱えた、帰山のりが、聖の輝きに続いて制作した、監督第二作で、 水沢武彦の名でシナリオを書き、監督と撮影を兼任。撮影助手は、青島淳一郎、俳優は前作に引き続いて、花柳晴美、村田実、近藤洋吉、青山杉作を起用。1918年8月18日に、この6人の極小クルーで、上高地のロケーション撮影を開始したが、撮影開始直後に現像上火災の方が入り、 撮影を急いで、下山、聖の輝きのネガ原版は焼けてしまったが、本社にプリントが一本だけ残っていたという。同月29日から、神奈川県、釘沼で山中に見立てたロケを行った。9月から3ヶ月にわたる、悲惨の兵器による中断を経て、同年12月5日、撮影再開、都内ロケを経て、同月20日クランクアップした。 1919年9月13日、本作が京橋の豊玉館で、聖の輝きが六本木の麻布館で同日封切りされた。現在、東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社ともに本作の上映用プリントを所蔵していない。事実上、鑑賞することの不可能な作品である。ありがとうございます。